ミューミックスポッドレディオ、皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。金環日食見れて本当に良かったなって思います。ご覧になりましたか？私はね、もう以前ね、この番組でもお話ししましたけれども、1ヶ月前から下準備をして、朝からテレビをつけ、ニューストリームを見て、マンションの屋上でずっとね観察をしていたんですが、あのリングが見えた瞬間、本当にねキラッと確かに光り輝いたんですよね。もうあの一瞬で何とも言えない感動というか不思議な気持ちになりましたね。ちょっと忘れられない、本当に見れてよかったなって思います。あの金のリングにあやかって、なんかいいことあるかな。さあ今回も素敵な曲をたくさんお届けしてきますよ。まずはちょっと危ないこのタイトル行ってみましょう。色食いで送り狼。どうぞお先に行きなさい、人な顔で言う、君のこと好きなんだ、愛だって追っかけちゃおう。へそ大きなサンバ、ちょっとシャレもしないわ、バサン瞬間加えたい、なんとか消えちゃう、平成あいつら似てる。僕と君は赤い糸で結ばれて、の先にの精霊世界が終わろうと、君に首だけなんです、食べちゃいたい。狼だったらね、こちらこそよろしくお願いしますって女性はなっちゃうんじゃないでしょうか。私も赤い糸を信じたいな。そしてこちらは聞いているだけで優しい気持ちになってきます。ポラポラでそのままで。小さな輝く目に
声といい、清涼飲料水の中に溶けてしまいそうです。今度は新着からお届けしましょう。ノスタルジンでルーフトップオブザスクール。道に落ちてた空の景色が
大好き。昔ねバンドを組んでた頃にジェフベックをコピーしてとかって言われたことがあってね、なんかその頃を思い出しちゃうんですよね。さあガッツリロックいきましょう。バラカでバタフライ。やられたという感じですが、本当にこう細かいところまで作り込んであるサウンドじゃないかなと思います。気持ちを落ち着けて満月の夜にこんな曲はいかがでしょうか。千葉誠で月の光。Don't
ディオ、ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。先日新潟であるパーティーにご招待いただいてライブをやったんですが、その日泊まったホテルが信濃川に歩いて5分で行けるような場所だったので、次の日ね、朝早起きをして朝食をとった後に早速ね、お散歩に行きました。東京で言うと月島のような感じ、ランニングしてる人がいたり犬の散歩をしてる人がいたりしてね、とにかくもうね、歩いているだけですごく落ち着くんですよ。で、15分ぐらいするとだんだん海の潮の香りがしてきて、漁船もね、いっぱい止まっていて、あと海上自衛隊の船も見えてきたり、で、向こうの方に佐渡汽船の乗り場があるんですね。新潟からこう佐渡に行くカーフェリーが出るところで、それを見て、ああ昔こういう大型汽船に乗って佐渡のおばあちゃんの家に行ったなーなんてね、思い出したんですけども、まあ当時はまだ小さかったこともあってね、とにかく船酔いがひどくて3時間半ぐらい船に乗らなくちゃいけないのがもうなんたって苦痛で苦痛でね、行きたくないなんて思ったんですけど、それでもこう新潟を出港した時はとてもこうその向こうに陸があるなんて思えないのに、だんだんね、向こうの方に島が見えてくると嬉しくてね、なんだかこう海を渡って島に行くというのがすごく不思議な感覚だったのを思い出したりとか、あと帰りのね、船に乗った時に紙テープを買って、それを見送りに来てくれた親戚の方にこう投げて、おばあちゃんたちがまた来いやって言ってくれて、私も船の上からまたねおばあちゃんおじいちゃんなんて言って、もうそういう人たちがいっぱい、船の上もいっぱいで、島のこの見送る人たちもものすごいいっぱいいて、まるで今生の別れのようにみんなが手を振っていて、映画のワンシーンみたいでしたね。で、ポーって汽笛が鳴ると船が岸からこうだんだん離れていって、それとともに紙テープがね切れると、とっても寂しい気がしたのをね、なんかこう鮮明に覚えてるんですけども、今もそんな光景って見れるんでしょうかね。ちょっとねフェリー乗ってないからわかんないんですけど、ちょっとお散歩しただけでね、とっても懐かしいことを思い出してリフレッシュできました。佐渡もね今時で盛り上がっているし、とっても景色が綺麗なので、皆さんも機会があったらね、まあ、私佐渡の親善大使ではないんですけど、ぜひ行ってみてください。私にとっても新潟もそうだし、佐渡もとっても大事な場所です。といったわけで、今回は自分に帰れる懐かしい場所をテーマに書かれた曲を選んでみました。まずはこの曲から、バーゲンズで I'm Home。 Come on、
嫌いっていうところから日常をうまく切り取ってポップなメロディーに乗せるってすごいセンスだなって思います。そしてもう一曲、私がライブの最後にいつも歌う歌です。小熊ゆかりで約束。ああ小さな痛みとか、不安抱えて、人はみんなそれぞれに幸せを願う。ああ日々に追われながら、ああ、あなたを思う、その笑顔、その涙、温かい言葉。どんなに遠く離れても歌声を届けるから、一つ約束して心が無理しないで元気でいることを。開ける勇気、ああ
私が私であるため歌い続けるのだろう。晴れの日も雨の日にもあなたを思うたびに溢れてゆくメロディー。今回のミュミックスポッドレディオいかがでしたか？この番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。ミュミックスのツイッターからまたは私のホームページ、そこからメール、ツイッター、フェイスブック、直接コメントをいただいても OK です。お待ちしています。ここで私のライブのご案内です。7月の18日の水曜日、原宿のクロコダイルでワンマンライブをやります。今回はね、バンドなのでピアノの弾き語りの時はちょっとやれないような曲もたくさん入れたいと思っています。オープンが18時、スタートが19時半。詳細は私のホームページにアップしてありますので、ぜひご覧になって遊びに来てください。最近ね、ようやく携帯メールのやり方を覚えた父から、ゆかりん今度いつ帰ってくるのみたいなねメールが来てあれ、うちの父がゆかりんっていうことはまずないので、もしかしてこのミュミックスポッドレディオを聞いてくれてその影響かしらと思ったんですよね。で尋ねたら聞いてないって言われてあら、私もまだまだねって思ったんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。最後に森本慎一郎の永遠を願う夜を聞きながら今回はお別れです。金環日食が終わったら今度はスカイツリーで盛り上がっていますが、皆さん楽しい日々をお過ごしください。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。好きな人は今腕の中、永遠を願う夜、小さな寝息こぼれたら起こさないようにそっと抱きしめる、優しい気持ちが溢れてる。永遠を願う夜、ただいつまでもこのままで何も変わらないでと願う夜、離れ離れの日々に慣れないでね、何度も確かめると、あなたの言葉は僕を落ち着かせる、そして優しい。Thank you.
ミュミックスポッドラディオ。